皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はピッキングハーモニクスというテクニックを、皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。ピッキングハーモニクス、どんな奏法かといいますと、なんかこうピーピーギャーギャーと、なんか甲高い音が鳴るような、奏法です。ちょっと鳴らしてみますと、こんな感じの音です。こんな感じのギョエオエオエオエって感じの音です。ちょっとやってみましょう。いつもとり画面のズバババーンと、ちょっと近くのお手元もお見せしながらやってみようかなと思います。ピッキングハーモニクス、その名前のとおり、このピッキングがすごく大事になってきます。というか、ピッキングのやり方って感じです。うまくいけば、この5弦の開放だけでも、こんな感じでいろんなハーモニクスを鳴らすことができます。ちょっと順番やってみましょうか。まず、このステップ1としては、5弦をピッキングします。ボンと。でも、この5弦をピッキングするとき、普通にこう外にこうブラッとピックが逃げるようなピッキングではなくて、こう4弦に止まるようにまずピッキングをしてもらっていいですか。こんな感じです。ピックの先端が5弦を離れたら、4弦に止まるようにピッキングをしてみてください。これがまず、ステップ1です。で、その次、ステップ2としては、ピッキングをして4弦にピックが当たったら、この状態で、この親指の側面、この横側のところ、ここが5弦に当たるようにちょっと位置を調節してみてください。まず、ピックが4弦に当たります。でも、そこから親指の側面がちょっと軽く触れる感じです。低く触れる。低く触れる。低く触れる。こんな感じです。で、ステップ3としては、これを同時に行います。ピックが4弦に当たる。それと同時に親指の側面が5弦に当たる。これと、これが同時に、この2つの動作を同時に行います。そうすると、こんな感じで、ちょっと甲高い音が出るとともに、普通のこういうジャーンって実音じゃない音が出てくるかと思うんですが、どうでしょうか。このステップ3がうまくできたら、とりあえずいよいよ完成という感じです。で、気をつけた方がいいかなと思うステップ4としては、親指の側面は触れたらすぐに離す。くっつけっぱなしにするとすぐ音が止まってしまうので、鳴ったらすぐに離す。こんな感じです。このちょっとピックが奥に動いているのがわかりますでしょうか。こんな感じです。で、さらに強いて言うならば、ステップ5としては、慣れてきたら、そのピックを奥にやらずに、そのままこう流すような感じでピッキングとかもしてみましょう。こんな感じで。そうすると、普通にフレーズを弾いているときでも、こんな感じでピッキングハーモニクスを鳴らすことができます。これが、ステップ3、そして C というならばのステップ4、ステップ5という感じです。うまくできない方は、ちょっとピックの持ち方とかを調整してみましょうか。こう、弦がありますよね。で、それに対してこのピッキングをしていくわけなんですが、これが5弦だと、5弦だと思ってください。ピックが当たります。で、このピックの先端が5弦から離れます。ウィーッと。で、この瞬間にこの親指の側面がこの5弦に当たるようにしたいんです。でも、そのためには、このピックと親指がこう平行に持ってしまうと、弦とこう平行に持ってしまうと、すごく当てづらいんです。ピックが5弦の先端を離れます。ブブブブブと。そうすると、もう親指の側面はここにあるので、弦に当てられないじゃないですか。そうじゃなくて、親指の爪を寝かせるような感じで斜めに持ってあげるんです。そうすると、こんな感じの角度になりまして、ピックの先端がこの5弦から離れても、親指の横はくっつけられる。こんな感じです。ピックと親指、弦がまっすぐだと、こんな感じになってしまうわけです。ピックの先端が5弦を離れたときには、親指も離れてしまうと。そうじゃなくて、親指の爪を寝かせるような感じで、極端に言うとこういうことです。こんな感じで、寝かせるように持ってあげて、ピックの先端が5弦を離れても、
親指の側面が当たる。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 こんな感じなわけです。ちょっと深めに持つというのもいいかもしれませんが、とりあえずさっきのステップ1にやったように、5弦の弦を弾いたら4弦に当たるようなピックの動かし方、奥に持っていくような動かし方ですね。そして、ピックを斜めに持って、ステップ2の親指の側面を当てる。これを同時に行っていただくと、ギャイーという音が出てくるかなと思います。で、あとはちょっと歪みを強くしたりとかするのもすごく有効です。生音でやろうとすると、こんな感じであまり大きな音が出ないので、ちょっと歪みを強めに設定して。まあ、こんな感じで、ギャ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 としたサウンドを楽しんでいきましょう。とりあえずそんな感じでしょうか。今回はピッキングハーモニクスということでした。ちょっと慣れないとなかなか音が出ないと思うんですが、頑張って練習をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。はは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 は。